〇〇かつ〇〇離れをそれぞれ教えてください。最近始めたのは朝活って言っていいのかな。普段私朝ごはんを全く食べなかったんですね。朝起きてすぐだとお腹が空かなくて、けどなんかそれってすごい太る原因らしくて、朝をすごいいっぱい食べた方が痩せるというより体にはいいみたいで、最近は早起きして朝ごはんをしっかり食べる朝活をしています。〇〇離れはギャンブル離れですね私スロットが好きでよく行ってたんですけど、そろそろいい年だしやめなきゃなって思ってて、ずっと思ってて、でだんだん行く頻度を少なくして、結局今はもう行ってないで我慢してお金のためにやめました。初めての生理は何歳の時でしたか？当時の驚きも教えてください。汚れてしまったパンツはどうしましたか？また現代でも赤飯を家族で食べましたか？初めての生理は中学1年生でした。血が出るっていうのを話に聞いてたんですけど、実際にトイレに行ってパンツに血がついてた時はめちゃくちゃ焦りました。なんか大事なところ怪我でもしたってパンツはすぐに洗えば血が落ちるので家に帰ってすぐに洗いました。私の家では赤飯は食べなかったかな。女子でもエッチな夢を見たりしますか？今でも覚えているエッチな夢を具体的に教えてください。見たりします。いろいろあるんですけど、車の中で起こされたっていう夢が一番興奮したかな。夢の中で行っちゃうとなぜか現実でも本当に行ってるんです。まあ、それがすっごく気持ちよくて、実際に行くより気持ちよくて、男の人で言う無性っていう現象と多分同じ感じなんだと思います。はい、というわけで女子部屋でした。アリとお友達になってくださる方、チャンネル登録してくださると嬉しいです。あと、質問もお待ちしていますね。